皆さん、こんにちは。ネットウェブアナリスト、横田修林です。今日はですね、ホームページの改善事例ということで、一つ紹介したいと思います。ホームページを改善する方法の中に、自分たちのですね、その、ホームページに対しての、その評価ですね、をどのようにして上げていくか、そうすると制約率上がるよということで、その方法について10の視点を通して解説しているんですが、今日その中の2つ目のお客様事例というものを一つ見ていきたいと思います。こちらからご覧ください。はい、こちら、給湯器施工事例 .com というホームページがあります。こちらはですね、実際の施工事例を4061件掲載している専用のホームページです。自分の会社のホームページとは別に、施工事例専用のホームページを作ってるっていうのはちょっと僕初めて見つけましたので、今日は紹介したいと思うんですが、ポイントはですね、いろいろあって、例えばここに書いてます、品番とか商品名ですね。例えばその品番で検索したときに施工事例がいっぱいあると、その品番で検索したときに、このホームページが上に出るようになるわけですね。もしくは商品名で検索したりしたら出るようになります。そうすると、それの施工事例というのが出てると、そこからですね、自分の商売につなげていくことができるわけですね。なので、キーワード検索をしている人の中で、非常にロングテールですけど、こういうですね、それぞれのキーワードを全部押さえていける上に、自分のホームページから施工事例一覧ですっていうページに飛ばしたときに、たくさんここにですね、事例が出ていると、そうするとそれはそれで、またですね、効果的ですよね。なので、お客様の声を集めるっていうことと、お客様の事例を集めるっていうことは、ちょっと意味が違うんですね。声っていうのはお客さんの感想です。事例っていうのは、こっちが実際にどういうふうにやったかっていう、結果ですよね。この二つのコンテンツを作っていけばいいと思うんですが、今日はですね、そのお客様の事例ということで紹介しました。このようにですね、4000件、給湯器で2700件、トイレで1300件あると、これね、このロングテールは、じわ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 効いてくるわけなんですけど、これもうね、ライバル真似できないですよね。これ見て、じゃあうちもやろうと思った時に、一方で4000件で自分0件からスタートなので、これ追いつけないじゃないですか。なので、このような、非常にね、塵も積もればっていう、地道な作業であるんですけど、本当に、コンテンツを作った人の勝ちということが、これでもわかるんじゃないかなと思います。はい、今日はホームページの制約率を上げるコンテンツということで、お客様の事例で専用サイトを作っているっていうものを紹介しました。ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。